始まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。今回の動画ゲストトークなんですけれども、私大阪ダンスアンダクターズ専門学校、略してね DA というダンスの専門学校行ってたんですけど、卒業後すぐユニバーサルスタジオジャパンでですねパフォーマーとして2年間働いておりました。その時の DA 時代、 USJ 時代の同期がですね今回は出てくれるということなので、テーマパークダンサー目指してる方このチャンネルも多いと思いますので、何かヒントを持って帰ってもらえたらなと思います。このチャンネルではダンスに関わるゲストをお迎えしたダンサールーツや、結婚出産後のダンス人生悩んでる方はママダンサーもたくさん出られてるチャンネルになりますので、ぜひ再生リストからねママトークっていうのを開いてもらえれば、先輩ダンサーがいろんなやり方話してくれてるので参考になれば嬉しいなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルです。ぜひ参考になった方はコメント、チャンネル登録、あと高評価いただけて、ダンサーさんの方を応援していただけると嬉しいなと思います。では早速ゲストを呼んでいきたいと思います。本日のゲストダンサーはこの方です。はい、本日のゲストはママです。お願いします。お願いします。お久しぶりまして。ということで、もう多分何年かぶりみたいな感じだけど、何年ぶりやろな。そうなんです、真央ちゃんですね、あの3人もお子さんがいらっしゃって、でこんなねスタイル抜群で今もダンスをやられてるということなので、で私もね2人子供いるんですけれども、過去懐かしいですね、子供ほんとに思ってなかったな、思ってなかった、学生時代が18ぐらいからの知り合いでございます。あ、そうですね。ちょっとユニバとかも10年前、学生とかで15年前以上の話になるんですけれども、久しぶりに喋れるのも嬉しいなと思ってますので、いろいろねダンサールーツ深掘りしていきたいなと思います。お願いします。で、今日サクサクいきます。はい、ではですね、まおちゃんの出身地教えてください。出身地は鳥取県です。鳥取県、これ知らんかったよ私。鳥取、ずっと大阪を思ってたら鳥取の方なんですね。どうやって鳥取ではダンスと出会ったんですか？まず一番最初は4歳の頃からクラシックバレエを習っていて、でそのままずっと続けてて、でバレリーナになりたいなと思ってたんですよ。うん、そうですよね、手足長いんで、もうバレエ超素敵なんですよ。プロのバレリーナになろうと思ったら、結構骨格だったりとか、その足の甲だったりとか、結構もともとの持ってる素質とかも結構大事になってくる。生まれ持ったみたいな。そう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 。そんな世界なんや。そう、へー。だからなんか自分にはちょっと厳しいなと思い出して。こんなスタイルいいのに。いや全然全然。で思い出して、なんか目標がないと結構頑張れないタイプなので、でバレーナ目指してバレー頑張ってた、うんってなった。で次何自分になりたいかなって思った時に、あ、テーマパークのダンサーになりたいなと思って。で、テーマパークのダンサーになったらダンス習わないとってことでダンス始めたのがダンスのきっかけですね。そのテーマパークダンサーになりたいのきっかけは何だったんですか？きっかけは、ちっちゃい子鳥取ないでしょ、テーマパークないです。あ、ごめんなさい、全然知らないんですけど、もちろんないんですけど、幼い頃に、関東のテーマパークにいた時にパレードで見たお姉さんがすごい印象的で、それをやっぱ覚えてたんですね。なんかああなりたいかもって思ってからのダンス始めたんです。すごい、なんかもうドラマみたいな、もういや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 、素敵な話だから、キラキラした実際のパレードダンサーのお姉さん見て、こんなにいたいって思って、かわいい、やってくれてますね。本当に目指して本当になるんですよ、すごいですよね。じゃあそこから、はい、まあ、あのどういうふうに中高とコースをしていくんですか？はい、中高とはそのまま地元でダンスやりながら、バレエも並行しながらやりながら過ごしていたんですけど、そこからまあ大学に行くのかとか、高校卒業の後の進路ですよね、の話になってきますけれども、どうだろう、親御さんとかはそのダンスの専門学校に行きますっていうのはどういうご反応だったんですか？ダンスの専門学校、そもそも本当は別にダンスを続けるのであればフリーターとかでレッスン受けながらっていう選択肢もあると思うんですけど、はいはい、なるほどね。私がちょっと鳥取県田舎者だったので、まずフリーターで県外に出るっていうのが、まあ、両親がちょっと厳しいなっていう感じで、なるほど、学校も進学校に行ってしまったので、めっちゃええとこの子ですよね。4歳からバレエして進学校行ってたんやっていうね。両親頑張ってくれたんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ママのご両親、ありがとうございます。なのでなんか高校卒業する時もほぼ90何パーセントとかが進学するっていう学校だったので、まあ、まずなんか進学しないっていうのがなかなか難しかったので、なんか誰も味方がいないみたいな
じゃあダンス続けるためにはどうしたらいいかなってなったら専門学校だってなって、なるほどね、で DA に行くわけですね。うん、学校にちゃんと通っていくんだったらフリーターシップやったわけですね。そうなんですね。だから芸人さんみたいな感じで、こうあれから芸人やりますみたいな、ああいうのがちょっと心配やなっていう感じだったんですね。その、まあ、あのダンスの専門学校もいろいろあると思うんですよ、はい、東京もあるし、まあ、大阪が、まあ、基本的にはね皆さん選ぶと思いますけど、福岡などいろんなところにある中で、なんで大阪のダンス&アクターの専門学校をチョイスしたんですか？なんかちょっと関西の方が鳥取から行くと距離的にも馴染みがあったので、まあ、関西がいいなって、多分両親たちも安心して送り出せるなっていうのがあって、で関西の中で当時あの有名だった専門学校がキャットと DA だったんですけど、うーん、わかるちょっと説明ちょっと出しておきますね。でキャットはやっぱストリートが強いイメージで、で自分はテーマパークのダンサーになりたいっていうのがあったから DA を選びました。なるほどね。まあ、当時ね、あのまだユニバーサル・スタジオ・ジャパンでダンサーがたくさんいるっていうのもあんま知られてない、出来たてぐらいの時だったんですよね。まあ、だから今でこそね、多分キャットの方でも、うん、あの卒業生でたくさん USJ のダンサーさんいらっしゃると思うんですけど、当時はねやっぱ珍しかったんですよね。と思ったらやっぱその DA の方が幅広いジャンルで、東京とかからねそういう関東テーマパークの先生たちも教えに来てくれてたっていうのが当時の環境でしたね。そうですね。なるほど、それで選んだんですね。どうでした、その2年間で。じゃあ私と出会いました。はじめまして、こんにちは。っつってね、覚えてます？覚えてます。もう印象しかない印象しかない、印象的でしかない。そうなの、うん、久次先生っていうあの当時の専門学校時代の講師の先生に出ていただいたことがあるんですけれども、その時に本当に遅刻ばっかりしたダメ人間ですいませんっていう動画を上げてるんで、よかったら見てほしいんですけれどもあのその時にいっぱい叱られてるぐらい、多分当時の同級生からしたら、あいつめっちゃ遅刻するし、なんか大丈夫かなみたいな、いつも先生に叱られてるし、なんなんみたいなっていう、多分ちょっと不思議な感じで見られてたあの同級生がね多いと思うんですよね。そんな中結構もーちゃんはなんか優しく、いつも会ってもなんか優しいオーラで接してくれてたなとは思うんですけど、面白いなと思ってました。個性的だなみたいななるほど、いないか踊ってるかみたいな勝手にやで、レッスンじゃなくて勝手に勝手にいるんで、ほんまにちゃんとクラスに来なさいってね。あ、懐かしいですね。でそこからやっぱあの2年間ダンスの修行を経て、さあいよいよこれからテーマパークダンサーデビューしますで、やっぱオーディション受けたんですね。受けたんですよ。お、どこを受けたんですか？DA を卒業するときには、関東のテーマパークとUSJ と2つ。なるほど、両方受けたんですね。はい、なんですけど残念ながら、残念でしたな結果で、一発合格じゃなくて、私一発合格やと思ってね、同期やったから。違うねんな、違うねん、一回落ちてんねんな。そうなんですよ。そこからどうするの？じゃあ一回落ちたら期間がね。そこからでもそこはやっぱテーマパークダンサーになりたいっていう思いはやっぱりまだ諦められなかったので、ちっちゃい頃からの夢やん。頑張ろうと思って半年間フリーターをして、でオーディションを受けるわけですね。わ、第2回目受けて、はい、まあ、どうだったんですか？第2回目は一応受かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。ちなみにですね、そのオーディションですね、はい、結構このチャンネル、はい、あのテーマパークダンス目指してるよっていう方も見てくれてると思うので、まあ、当時の10年以上前のオーディションですが、どのようなことをしたのか皆さん教えていただいていいですか？オーディションはまず書類選考があって、そうだ、で集められたら、まずクロスフロアをやりましたね。書類が通ったんですね。そうなんです。通って、2次がその実技審査ってことですね。アットマンとかやったかな、最初クロスフロアは。ありがとうございます。アットマンとかやってクロスフロアやって、多分またちょっと絞られたのかな。はぁ、でコンビネーションやりましたね。おー、コンビネーション。コンビネーション、まあ、パレードの楽曲とかなんかそういう感じかな。ジャンルは、ジャンルは何やったんですか？パレード楽曲じゃないんや。ファーギーの曲やった。当時流行ってたセックス&ザシティの。そんななんか、かっこいい感じのやつ。そう、かっこいい感じの曲の中に、はい、ジャズとストリートとバレエが混ざったコンビネーションでした。どういうこと？バレリーナ出身ですよね。全ジャンル出てきて対応できたんですか？あ、まあ、でもその時にはその DA を
経てのオーディションだったから、あと DA の時に結構先生にテーマパークに進みたいんだったらやっぱオールジャンルできた方が絶対いいってその先生から言われていたので、特に自分はやっぱストリートが弱いっていうのは自分で自覚してたので、背中まっすぐになっちゃうタイプ、そう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 、人たち怖いよね。そこは重点的に頑張ろうと思ってやってました、ね、結構ストリートジャンルもたくさん授業を取ったんですね、うん、ああ偉い。じゃあ2年間でちゃんとやってたからオーディションにも対応できたと。そうですね、さすがに知らないですか。その後は何をするんですか。それが受かりました、選ばれました、はい、通りましたらば次の期のそのショーのあのメンバーを見るかなと思うんですけど、なるほどね、縁になりながら審査員の方の前を縁になりながらなんか貴族になった審査員の周りを縁になるの、審査員の方の前で前の周りがびっくりした、審査員の周りぐるぐる回るかと思った、カオスやね審査員こうやってカオスやこうやって審査するのかもね、はいはい、縁になって回る審査員の方に貴族になったつもりでアピールしてくださいみたいな感じだったんです。貴族アピール、貴族アピール、貴族アピール、あ、だからアクティングですよね。あ、そうです、ね、言うたらじゃ男性の人とアクティングをすると、はい、これ男性苦手だと思うんだけどむずないって言って大丈夫でしたか、まあ、ただそこは私バレエずっとやってたのでそこは割とよっしゃって感じで、そうバレエの人、私もバレエ全幕ね何回か見に行ったことあるよ、うん、そりゃ、うんうん、やっぱこう演技シーンありますよね、ちょっと軽く、うんうん、なんか喋ってないけど何かを表してちょっとごめんなさい、わからない、よくわからないけど何かを表してお辞儀してらっしゃるっていうあれか、そうなのでなんかこうできるんや、なんかこういう感じの、あー、じゃあバレエの要素が生きてくるんだね、そこで、そう、そこはラッキーでしたね、うわ来たって感じでした。なるほど、じゃあそれが最後だったのかな、あと面接も最後、面接です、最後が面接、そう一対一でお話ししましたね、からの合格発表が来たということですね、はいはい、ありがとうございます。でそのね、あの最後のオーディションがちょっと面白いな、私はやってないそのオーディションおもろいなと思ったんですけど、あ、でもあのパレードかっていうのは分かって、当時ねナイトパレードってこう光る夜にやってるお衣装とかも光ってるこうパレードがあって、その時にね一緒のパレードだったんですよ。で彼女はその貴族やってくださいって言ったけど、本当にドレス着てそのプリンセスみたいな格好でこう本当にバレエとかジャズに近いのかなの要素でこう踊ってたダンサーのポジションでした。で私はちょっとアラビアンナイトのところで、うん、あのスカーフ持ってキラキラしてここにヘビとかライトのヘビがついててこうヘビからライトが出てるんですけどお顔を照らされるなってすごいよね、衣装さん考えたよね。でこういう感じでね、こういう感じで踊っておりましたっていうところ でそこでねこう一緒に楽しくユニバー時代過ごしたかなっていう印象がありますね、うん、懐かしいですね、楽しかったよね、楽しかった、ユニバーどうやった、楽しかった、かった、うん、楽しい、すごいやっぱ楽しい仕事になって、うん、ちっちゃい頃からのやっぱ夢やったっていうのもね、うん、夢かなったってことですもんね、ねー、そら楽しいですよね、お父さんお母さん喜んでんちゃう、いやでもそれもやっぱそのテーマパークダンサーになれたことの醍醐味の一つですよね、なんかまあ両親に見せれるっていうのは、見に来てた、うん、見に来てくれました、ああそれはよかった、ね、心配してよかったね、フリーダンスの専門学校行ってくれて安心しましたね、やっぱあと毎日本番があるっていうのはやっぱありがたいですよね、ああそっかそっか、週休2日制でしたね、うん、なんか週5はちゃんとあのねどんな暑い日も寒い日も、うん、雨の日もあの仕事をしてこうね、うん、雇っていただいてるっていうのがね、やっぱダンサーとしてはなかなか、うん、フリーランスとしては難しいのかなっていうところで、うんうん、ちょっと会社員みたいなねちゃんとスケジュールとシフト組まれてるって形でしたね、そっかそっか、そこからじゃあ、まあ楽しかったっていうテーマパークのお仕事から、うん、どうして3年後には、1回こう辞めるというか、というきっかけでそこは自分の中でそのテーマパークの男性になるのが目標でやってきたところがあったので、うん、まあ、一つまあ夢が叶ったっていうところで、すごい、いやいや、じゃあ次何を目標にしようかって思った時に、うん、なんかまさか自分が結婚して出産するとかその時にはもう全然描けてなかったから、はいはいはい、地元に帰ってダンススタジオやりたいかなみたいなことをぼんやりと思ってて、そうなんや、そう、でそのためにはやっぱ鳥取でできないこと、いろんな仕事を経験したいなと思って、じゃあ東京だってなって上京してきたんです。あ、上京になるんや。そう。あ、そうなんや。東京に行きたくてちょっとありがとうございました。あ、そうなんです。で実際東京来ました。何のお仕事をしてたんですか。
できることは何でもやりましたね。バックアップさせてもらったこともあるし、言える範囲でぜひ教えてください。でも全然オーディションとかで受かったやつだったりするので、うん、やらせてもらったのはミエジェイさんとか。え、そうなの？ミエジェイさん、私知り合いでね、ちょっとミエジェイさんの結構ツアー回ってる子いるんですよね、うん、だからもしかしたら後でちょっと、はい、後で喋ろう。まあ私は単発だったんですけど、うん、まあだったりとか、あと舞台とか、あ、舞台合いそうやん。だってね、バレエもできるし、お声掛けさせていただいたもの、舞台とか、はい、あとはスタンドインとかかな。あ、はいはいはい、なるほど。東京に来て、うわすごいなって思ったのはやっぱ知らなくて、すごいなって思ったのはやっぱスタンドインのお仕事とかですかね。アイドルちゃんとかアーティストさんとかそういう方のスタンドインですね。そうそう、ほんほんほん。まあダンサールズも後半になるんですけれども、現在はね、お子様が、はい、そう、生まれているということで、まあ、仕事を東京でそうやっていろいろね自分で取っていく中で、そのこの子供ができるみたいな、旦那さんと出会うみたいなのは どれぐらいの時期だったんですか？東京上京して何年目ぐらいにそういう出会いは。上京して夫とはもうユニバを辞める頃ぐらいから付き合ってたの。辞める前か。そうなんだ。でたまたま遠距離してて、たまたま私も東京に行くっていうので、夫はもともと東京で仕事してたので。あ、そうなんだ。じゃあ東京にいた時にももともと遠距離だったのが近くに来ることができたんだ。そう。あ、それはいいね、いいね。なるほど。で、上京してから何年後ぐらいに。上京してから何年だろう、3年、3年ぐらい。じゃあ3年ぐらいはダンサーとしてこういろいろ経験しながら、うん、結婚の道をこう選ぶということですか、うん、そうですね。じゃあなんか全然ね、そういう結婚とか想像もできなかった夢、はい、ユニバ時代は、はい、っていうことだったんですけど、そこに踏み切った理由みたいなのはあったんですか？結構夫の方が結婚願望が強いタイプで、だったので、まあこの人とずっと付き合っていくなら結婚するんだろうなみたいな。うん、長いですもんね。だってユニバ後半時代くらいから付き合ってたってことですから。そうそう、なので4年ぐらいは付き合ってたのか。すごい綺麗な流れ。全然違うね、私とね。4ヶ月ぐらいで子供ができたから結婚しようとか、そういう人じゃない。それで生きてるやつと全然違うよね。なるほどね。私も授かったのはちょっと予期してなかったので。ああ、なるほど。そうなのですよ。なので、ありがたいね。うん、来てくれたんだね。失礼しました。そういうタイミングだったんですね。ありがとうございます。で、今さ、お子さん何人いるんやっけ？9、7、3歳になる2歳。3人いるんですよ。3人いてこんなにスライドした体型で、さらに現在もダンスの先生してるんですよね。そうですね。そう、ダンス教えてるみたいで、私もインスタとかでねチラチラ見てるんですけれども、なのでよかったらぜひ最後に告知含め、はい、はい、これからそういうテーマパーク目指してる子たちに、はい、メッセージと、あと告知もどうぞお願いします。はい、テーマパーク目指してる子にメッセージ、はい、私の時代はですけど、そんな感じでなんか、まあ、オールジャンルできた方がいいって言われたので、まずレッスンとかはオールジャンル頑張って、俺が来ても立ち向かえるように準備してた方がいいのかなと思います。で、気持ち的なもので言うと、もうその当日はもう自分しかいないので、もう絶対私を取ってくださいみたいな、私浮かない損させませんぐらいのめっちゃ自信満々で臨んだらいいんじゃないかなと思います。フルアウトでいっとれ。レッスンは今、自分の最寄り駅の近辺でママダンスサークルをやってて、それと来月から11月から新小岩でママクラスのレッスンがまた増えるので、うん、来月っていうことはこれ、10月公開予定なので11月からですね。はい、11月、11月から、はい、はい、なので初心者の方大歓迎でやっているので。ジャンルは何になるんでしょうか？何ですかね。まあ、ちゃんジャンル何してるの？ゴリゴリのクラシックバレエではない。ないない。ああ、大丈夫です。ないない大丈夫。みんなビビると思うから。ないです、ないです。ジャンルは何系ですか？なんかもう今基本的に自分はママに向けてレッスンをしているので、なのでジャンルって言ったらまあヒップホップとかになるのかもしれないけど、もっと砕けた感じで、なんか運動不足解消しようぐらいの感じで、最高ダンスやってみようみたいな感じで集まってきてくれてる人がほとんどなので、そんな構えず、ちょっとなんか例えば子供ダンス習ってて私もちょっと興味あるなとか、ちょっと最近ダンス流行ってるしやってみたいなぐらいの方に教えてるレッスンなので、なので全然
気兼ねなく、ハードルも低いので、ぜひなんか気になった方はちょっと私のインスタから調べてみてください。はい、そうですね。ぜひまおちゃんの、はい、先生のインスタグラム、説明した概要欄の方に貼っときますので、よかったら飛んでね、あのお近くの方です、受けに行ってみてください。でまおちゃん引き続きその3人のお子さんのママであるということでママトーク編も喋ってくれる、ありがとうございます。とても大事です。このチャンネルではもうママトーク欠かせませんのであの次もね喋っていただくので、次回の動画もぜひ楽しみにご覧ください。はい、では、このチャンネル楽しかったなと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、そしてコメント欄の方でね、今日の感想をぜひアウトプットしていただけると嬉しいなと思います。ではもーちゃん次回もお願いします。お疲れ様です。以上、ダンサーズ編でした。